こう山の中入ってって、この多分墓地の横がちょっと道っぽくなってるはずだよね、うん、途中から山にこう入るんよ、うん、入っていって多分その辺ゴソゴソしとったら、こんな感じの細い穴がある、完全に穴、あの防空壕みたいにこういう丸いのがなくて、もう横長の入り口なの、うん、子供の帽子とかがある、ある昔の焚き火の跡みたいなのもある、危ないっていう話を昔聞いたことがあります。山の中入ってって、この多分墓地の横がちょっと道っぽくなってるはず、途中から山にこう入る、うん、入っていって多分その辺ゴソゴソしようかな、こんな感じの、子供の帽子とかがある、ある、昔の焚き火の跡みたいなのもある、危ないっていう話を昔聞いたことがあります。完全にあの防空壕みたいなのがこういう丸いのがあるんで、もう横長の入り口なんです。
はい、というわけでいろいろね調べてみて、標識にその豪雨で、まあ、土砂崩れとかで崩れたりとかあったんで、もしかしたらその崩れてしまったとか、そのガマちゃんが言ってたのがもうね何年前だ、20年前ぐらいの話なんでね、えもしかしたらもうその木とか土とかで覆いかぶさってんじゃないかなと思ったんですけど、まあ一応山の上山頂までも登ったんですけど、それらしきような場所は上にはなくて、むしろ下の方にねそのあったような感じですかね。慰霊碑の裏にちょっと開けたとこがあったんで、でその開けたところの、まあ、斜面になってるところがなんか石炭とかなんかそういうのでね覆いかぶさってたんで、もしかしたら、まあ、別としてそこにも、まあ、大きなあの中心となる防空壕が、まあ、2つとか3つとかあって、それをねあのまあ多分あれ見たら多分30年以上経ってるような感じがするんで、まあ、それぐらいの時代にもしかしたらその、まあ、危険とか危ないとかあるんで埋めてしまったのかなと思うんですけど、まあ、ガマちゃんが言ってたのはもしかしたら草とか木とか枯葉とかで覆いかぶさって、分からなくなったのかなと思いますね。でも実際このね企画がなかったら来てなかったわけですから、岡山にもねこういう慰霊スポットというか、まあ、靖国神社みたいな感じの、神社があるということで、非常にねいい機会を与えてくれたかなと思うんですけどね、このもうね昭和平成令和に、ね、かけてまあいろいろありましたけどね、まあ、昭和令和と同じ和同士、ね、平和にあってほしいと思いますね。はい、というわけでねまたスピーチームの方よろしくお願いします。すいません今日はこんな結果になってしまって、というわけでまたお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。